皆さん、こんばんは。まんまるニュースのお時間です。本日のニュースはこちら。また、すごいスピードで感染者が増加しています。私たちもいつか感染するかと思うとヒヤヒヤしますね。そこで今回は、コロナウイルスは犬に感染するのか、それともしないのか。今回、このためだけにはるばる遠いところから先生に来ていただきました。それでは先生に話を聞いていこうと思います。皆さん、こんにちは。私がまんまる先生じゃ。今回、コロナウイルスについて説明してほしいと頼まれたが、私もよくわかっていないので、ネットで調べたことを教えていきます。それでは早速説明していきます。最後に、質問があったら聞きますので、ぜひ最後までよろしくお願いします。それでは、今回のテーマはこちら。犬はコロナウイルスに感染するのか。こちらをやっていきますので、よろしくお願いします。犬、猫、ミンクなどが新型コロナウイルスに感染した報告がありますが、牛、豚、鳥のような代表的な家畜に感染したという報告はありません。現時点では感染が確認されたペットの犬、猫などは新型コロナウイルスに感染した人から感染したと推察されており、ペットから人に感染した事例は報告されておりません。ただし、ミンクについては、海外において、農場で使用されているミンクから人への感染の報告はありますが、国際獣疫事務局によれば、ミンクは新型コロナウイルスへの感受性が高く、ミンクが人から新型コロナウイルスに感染した後、農場の環境下では感染が拡大しやすく、これらの感染したミンクから人に伝播した可能性が示唆されています。動物が人における新型コロナウイルス感染症の拡大に重要な疫学的役割を担っているとの証拠はありませんが、このようにコロナウイルスは人と動物の双方に感染しうるものであることから、新型コロナウイルスに感染または感染の疑いのある人は、ペット、家畜、動物園の動物、野生動物への接触は避けることが推奨されています。動物と触れ合う時には、過度な接触は避けるとともに、接触前後は手洗いや消毒といった一般的な衛生管理を行ってください。これくらいで、現在までに公表されている動物に関連する新型コロナウイルスの情報を簡単にまとめてみました。それではこれより質問タイムにします。質問がある方いらっしゃいますか？はい。ではそこの君、新型コロナウイルスに感染するとどのような症状がありますか？はい、いい質問ですね。今のところ犬では明確な症状は確認されてません。ですが猫では呼吸器症状や消化器症状があったとの報告が出てます。他に質問のある方いらっしゃいますか？質問もないようなので、このあたりで終わりにさせていただきます。もう少し詳しく知りたい方は、専門家に確認することをお勧めします。それでは、これで終了いたします。まんまるじゃんけん、スタート。じゃんけん、バイビーナー。